オーレの戦いは100年戦争の一部でもあった、ブルターニュ継承戦争を終結させた戦闘で、イングランドが支援するドルー家のジャンド・モンホールが、フランスが支援するブロア家のシャルルド・ブロアを廃止させ、唯一のブルターニュ公となった。1360年に、ブレキニー条約により、イングランド・フランスが停戦した後、ブルターニュでも和平交渉が行われていたが、1364年に、 決裂し、戦争が再開された。ジャン4水は、イングランドのジョン・チャンドスの支援を受けて、1342年、以来フランスブロア側の支配下にあるオーレの街を攻撃し、街中にある城塞を包囲した。城側は十分な食料がなかったため、ミクルマスまでに援軍が来なければ解除することに、同意した。しかし、9月27日に、シャルル・ド・ブロアと、 フランス軍を率いるベルトランデュゲクランの援軍がオーレに到着し、28日に城の前を流れる川の砂岸に展開した。これに対し、モンフォール軍は上兵とブロアの援軍に攻撃されることを恐れ、オーレから離れて川の右岸に布陣した。29日に交渉は決立し、ブロア軍は川を渡り南面して布陣し、それに交したモンフォール軍は北面して布陣した。 ブロワフランス軍左にオーセルハク、右にゲクラン、中央にブロワで、わずかな予備隊は使用されなかった。各部隊は約1000人ずつ。モンホールイングランド軍右にオリビエド・クリソン、左にイングランドのロバート・ノールズ、中央にジャン・ヨンセイとジョン・チャンドスで、ヒューカルベリーのもとにかなりの予備隊が存在した。フランス側のクロスボウと、 イングランド側の旧兵との小競り合いから始まり、まもなく十武装兵の正面からの激戦に突入した。両陣営とも長期にわたる戦争のモンフォール軍は各隊にわたって被害を受けたが予備隊からの補充により持ちこたえた。一方、ブロワ軍の右翼も被害を出したが補充がないため崩れ出し中央に流れ込み、ついで左翼も崩れ出し、オーセル白が捕らえられた。中央の部隊は、 戦場からの闘争を図ったが、ブロワは命令を忠実に守ったイングランド兵に殺された。ゲクランはすべての武器が尽きるまで奮戦したが、チャンドスに降伏した。この戦いの結果ゲランド条約が結ばれ、ブルターニュ継承戦争は終結した。1365年にフランスオシャルル5世はジャン4世を正式にブルターニュ公として承認した。ありがとうございます。